こんばんは。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 ピンク。ピンク。こんばんは。後ろの、そう、パネルはももちゃんです。あ、ツインテール。確かに、ツインテール。私も今日出たかったんですけど。そう。ツインテールですか？低めだけど、これだとなんかちっちゃい子みたい、ちっちゃい子ね、まひなさんがねツインテールすごいレアで、私もあの直接見たかったなって思う。思った、似合ってたね、似合ってた、うん、急な番組。そう、みんながツインテールしててすごい可愛かった。ももちゃんも、あ、ももちゃんはね本当にあのおきさんの卒業はほんまに知らなくて、しかも私は予想もしていなかったので、もうツイート見た時にびっくりして、えっ、ー、って声が出たし、そう、なんかまだなんかこうびっくりっていう感情。こんばんは、こんばんは。そう、そうですね、事前には知らなかったですけど、こんばんは。あ、電池で見てきたんだ。こんばんは。最近すっきりした顔してたから、ひょっとしてと思ってたけどね。そうなのか、私は全然気づかなかったね、全然。こんばんは、こんばんは。ほんまるサイコパスももやらないっていなくなって。サイコパスももちゃんはじゃあおきさんがいる時までもいっぱいあの目があったたびにこう目を見開いて、あのいっぱいコミュニケーションを取りたいなと思います。こんばんは、こんばんは。え、いつもどんな話？でもね、いろいろアニメの話とかもしたことあるし、いつも話しかけてくださるから、あと絶対沖さんとハイタッチするときはもうめっちゃクッってやってる。他のメンバーのみんなとあっかな感じだけど、
沖さんとだけはいつもパチーンってハイタッチをするしております。全力ハイタッチ。そう、いた最初沖さんが僕に「へい!」ってやってくれたことから始まったんですけど、それは私も沖さんと配達する時が鼻だれとかにあるんですね、春夏秋冬の時。その時はもういっぱいっていっぱい力いっぱいハイタッチしてます。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。バーンってバーン、沖さん限定です。そうですそうなの。お、ありがとう。トシさん結婚してた、ありがとう。ピコン、ありがとう。どうしよう、こんなすっぴんでも俺どうしよう、メイクした時の方がいいかしらめっちゃすっぴんだ、ありがとう。ありがとうございます、キューコンタワー。こんばんは、こんばんは、ありがとう。今日の僕が使い違いいや全然もうかも、今日はもうお肌休めでだからあれだよ、全然。こんばんは。かわいい、ありがとう。待って、あのさ、またさ、私のカチカチするやつママがどっか持ってったんだけど、昨日さ、それ貸したよね、あのカチカチしてる。そしたらまた持っていかれた気がする、どっかに。もうかのスケッチブックはみんなどこ持っていくの。あ、ここにあったわ、ママのせいにした、ごめん、ここにありました、ごめんなさい。おかえり、なんで赤月だな。ちょっとママに貸し込む、そう、ちょっと昨日あったんや。漫画見たよ、あの沖さんの漫画っていうかな、生誕祭のなんて、あ、出てこない、あの名前が。でも沖さんのやつ今年もね、あの TikTok 撮ってるやつがね、描いてもらってて、去年と同じ絵の方かな、多分、わかんないけど、すごい嬉しかったです。見ました、もうかも。でもまだ実物は持ってなくて、あ、フライヤー、そう、あのネットで見れるやつがあったから、それで見たんですけど、
スクショとかで。フライヤーもらえるかな。え、じゃあそれはフライヤーじゃないのかな、漫画のやつ。絵の人ね、描いてくれた方一緒だよね。めちゃ嬉しい、めちゃ嬉しかったです大家のことも載せてくれて。ゲットできたらいいな、実際のやつも。フライヤーは別なんだ。漫画のやつ欲しいな。フライヤーもねえ、ゲットできたらいいんだけど。できたらいい。うん、あ、メンバー全員送ってくれるの。毎年送ってくれてるんだ。去年そう、私もらった、もらった。今年ももらえたらいいな明日の髪型決めてない、どうしようって思ってる。あ、そうやん、聞いたら決めてくる。あ、そうなの？あ、そうなの？最前途線、あ、今日最前途線だったのね。一日遅れの高めのツインズいや、でもやんちゃんがね、やんちゃんが主役の一日だから、なんかなんだろう、サイアンがやってるやつと被んないようにしようかなとは思ってるんですけど、やんちゃんが明日何をしようと思っているかまだわからないので、ちょっと明日聞いてみたいなと思っております高めツインはまたどこかですると思うので、皆様お待ちください。みんな可愛くしてほしいと言って、あ、そうなの？じゃあまたサーヤンとかに聞いてみますねなんかモーカにしてほしいやつとかある？って確かに髪の長さがね、もうずっと一緒だったけど違う。ツリーの生写真めっちゃ可愛い。え、本当に嬉しい。ツリー可愛いよね。めっちゃ可愛いよね。みんな高めツイン好きなの嬉しい。私は不人気なんじゃないかなって自分の高めツイン思ってた釣りね、めっちゃ意外だよね。私も思った。でもめっちゃ可愛いよ。逆に釣りの衣装ってこんなに可愛いんだと思う。釣りってどんなのって思ったら想像以上に書く。え、でしょ。あとごめんね、さっき読めなかった。プレゼント届いたよ、ありがとう。そう、なんか釣りって、ね、高めツインの腕利き半端ないですよありがとうございます。まだね、あれ以来はしてないので、ね、どこかでしたいなと思ってるんですけどね。飾りは、そう、本物みたいな感じのやつ、すごい
あいうのも届いて届いたよ、ありがとうありがとう。今ね届いてるプレゼントは全部持って帰ってるので、多分またもしねあのまだあれ点検終わってないやつあるかもしれんけど全部持って帰ってます、ありがとう。クリスマスリーの写真が送られてきたけど、うん、もうちょっともうからず全国にあるツリーは私かもしれんよ。ライトつけてめっちゃ光るってこと、私ちょっと待ってね。集中モード、何書いてるの？お礼だよ。キコンタワーありがとう。今日こそ夢にいっぱいおきさんとももが出てきますように、ありがとう。おきさんが好きだと言ってくれるあのモーカの目でおきさんとモーカを描いてみました喜んでくれるかな、おきさんもそう、ありがとう、ありがとうね。ありがとう。こちらの分、間に合ったよ。ありがとう。10歳のアザースさん、ありがとう。12のエイトさん、ありがとう。11のティエムマンさん、ありがとう。10位のクボズンさん、ありがとう。9位のタカピさん、ありがとう。キャンのモモ最高位、ありがとう。うちのジェイタンさん、ありがとう。明日偉い人が来る忘年会、寝送っときます。それは仕方ない、頑張ってね。7位のコウジさん、ありがとう。6位のフクちゃん、ももかぐみ、ありがとう。5位の現場監督さん、ありがとう。ももちゃん釣りをいっぱい立てないいっぱい頑張ってももか増やしますね
よいのドラガンさんありがとう。明日は当日券へとしてきたらご予約する。あ、ぜひぜひお待ちしてます。サイのタッツさんありがとう。明日だけでも目が予想で頑張っているあのユニットの時見てね。2のしおさんありがとう。ちのとしさんありがとう。キモモヤユが最後の楽しい。おー、ありがとう。夢でも僕に全然会えない。今日こそ、今日こそはおきももやよが出てきますように。ありがとうございました。明日頑張ってね。はい、明日は三夜のセンター祭頑張っていきます。夢のハードル上がった。確かに3人おやすみ。ではまた明日も頑張ります。おやすみなさい。おやすみ。おやもも、ゆっくり休んでね。はい、明日に備えていっぱい休むね。キモカイありがとうではでは、また明日ですね。配信ありがとう。こちらこそありがとう。見てくれてありがとうございました。